向こうでそのコメディをよくテレビをよく見る家庭だったんですね。で、面白いことを言ったところでみんなゲラゲラ笑うんですけど、私は一人だけ取り残されてるわけですよ。そういう時にみんなが面白いと思ってるのに。だからそういう時も含めてずっとメモを取ってたんですね。でメモを取ってて、もう暇さえあれば、もうホストシスターが年齢近かったんで、同じ高校に通ってたんで、ホストシスターに聞いてたんですよ。まず自分で疑問に思って、人から言われて調べるんじゃなくて、まず自分の中で疑問に思ってそれを調べて、疑問の芽って呼んでるんですけど、芽っていうのはバッズの芽ですね。植物が芽を出す。で疑問の芽に対して自分がケアして、水をあげて、土を変えてあげて、ケアしてあげて、花が咲くっていう感じですかね。花が咲くっていうのは自分の中でちゃんと理解できて使える状態ですね。でそういうのを、まあ、一つ一つそういうことを繰り返してきたんで、今の仕事では英語ニュースを書く、ニュース原稿を書く仕事、あとは他の人が書いた原稿をチェックして直すっていう仕事をしてるんですけど、その仕事に役に立ってると思います。